皆さんこんにちは、講師の平手です。第1回コンプライアンスの研修を始めます。この教材には内容に合わせたテストも準備しております。弊社ホームページよりご利用いただけますので、ぜひご活用ください。皆さんはコンプライアンスの意味を知っていますか？聞いたことのある方は多いと思われますが、意味まで理解していますか？早速ですが、質問します。この中でコンプライアンス違反はどれでしょうか？事業所の内服薬ルールは実施していないが、誤薬を起こしたことはない。急いでいたので介護記録を書かずに帰った。家族からぜひにと図書券を渡されたので、今回だけ受け取ることにした。いかがですか？実はすべてコンプライアンス違反になってしまいます。コンプライアンスとは、日本語で言うと、法令遵守です。法令とは、法律や条例、規則やルール、決まり事のことを指します。遵守とは、法律や規則などに従い、それを守ることです。つまり、コンプライアンスとは、法律や規則などに従い、守ることです。しかし、ただ法律や規則を守っていれば良いということだけではありません。守るべき範疇は、個人が考えている以上に広く、これを知っておくことは重要なことです。むしろ法的には問題とされないが、職場内で手抜きだ、不親切だ、軽率だと感じさせる行動には、コンプライアンス違反が潜んでいる可能性があります。この図を見てください。これは私たちが守らなければいけないコンプライアンスの範囲です。法令とは、行政で定められた法律、条例など、法として拘束力のあるものです。法としての拘束力とは、それに従う義務があるということです。交通ルールを守る。航空機内は禁煙であると同じように、介護保険法に従うことなどはここに当たります。社内規則ルールとは、言い換えると職場との約束にあたり、就業規則や社内で決められたルールやマニュアルのことなどです。介護サービスの品質を保つマニュアルに従う、職場構成員としての役割や定められた社内規定などがそれにあたります。そして外側の社会規範とは、法律で決まっているわけではないけれど、社会や集団の中で習慣的に確立していったもので、社会的モラルとして認識されていることです。言い換えると、社会との約束であり、職業人である前に社会人として当たり前の行動が求められるのです。例えば挨拶。挨拶をしないからといって罰せられるわけではありませんが、社会のマナーや礼儀、習慣としてあるものですよね。乗り物内では周囲が不愉快となる迷惑行為をしてはいけません。このように社会規範とは強制力はないが、社会のルールやマナーに位置づけられています。同じく、利用者や入居者が存在する事業所内は小さな社会です。介護サービスを行う前に声かけをする。業務上の失敗は素直に認めて改善のための努力をすることなどがこの範疇です。このように、コンプライアンスとは法律を守ることだけでなく、もっと広い範囲の意味として使われます。では、事業所におけるコンプライアンスは何のためにあるのでしょうか。
先ほどもお話しいたしましたが、法律は守って当たり前であり、守っていない場合、社会的にも経営的にも相応の制裁が加えられます。しかし、最初から意図的に法律違反を犯してやろうと思っている事業所はほとんどないでしょう。いつの間にか手段が目的化し、気がついたら違法行為につながっているのです。最初のきっかけは人員配置が下回り、それがいつの間にか偽りにすり替わり、事業所の指定取り消しに至ってしまうケースなどです。だからこそ、日頃のコンプライアンスへの意識づけが重要となってくるのです。コンプライアンスへの取り組みをおろそかにするということは、職場との約束や社会との約束を守らなくても許される環境を容認しているということです。それが続くと、約束を破ることが悪いことだと感じられなくなってしまいます。それがモラル低下を助長し、法律違反につながっていくのです。必然的に重大なミスが発生した場合の対応も遅れてしまい、大きなダメージにつながります。ですから、コンプライアンス体制を確立するということは、問題発生の防止や早期発見を意味するのです。さらに、コンプライアンスへの取り組みは、利用者にとってその事業所に対する安心と信頼につながります。事業所は法律違反やモラル低下のリスク回避という消極的な利益にとどまらず、信頼が向上することによって事業所の価値を高めるという積極的な利益を見据えましょう。では次に、コンプライアンス違反がもたらすリスクについてお話しいたします。ニュースなどで話題になったことを覚えている方も多いのではないでしょうか。例えば、食品会社の賞味期限の改ざん、産地の偽装表示、自動車会社のリコールの隠蔽、完成車の検査の不正、燃費データの改ざん、広告代理店の月100時間を超える違法残業など、消費者であるあなたは、これら大企業の不祥事や隠蔽行為をどのように受け止めましたか？一度損なわれた企業のイメージ、失った信頼を回復することは並大抵ではありません。これは介護事業所でも同じことが言えます。コンプライアンス違反をする事業所の風土なんてそう簡単には変わらない。こんな疑いを感じる事業者へ大切な家族を預けたいと思うでしょうか。当然ですが、利用者だけでなく近隣の事業所、地域住民からの信用も失ってしまいます。あの事業所は使わない方がいいよと避けられることで経営も立ち行かなくなってしまいます。築き上げた信用を失うのはまさに一瞬であるということを心に刻んでおきましょう。次回はコンプライアンス違反が起こってしまう原因について考えていきましょう。お疲れ様でした。